オイラを舐めるなよ。足を引っ張ったりしないからな。行くぞ、幻想パイモンモード発動。おほん、若き勇者たちよ、オイラはこの地を守る女神パイモン。お前たちは何をしに来た？女神様、私たちは王子トルクシーの仲間、王子の失った栄光を取り戻すべくこの地に参りました。おお、失った栄光。この女神のもとには金の栄光と銀の栄光と銅の栄光がある。王子がなくしたのはどれだ？え？なってない。これが女神の試練だぞ。この試練でわかるんだ、お前たちが欲深いやつじゃなくて本当に尊敬すべき勇者だってことがな。ならば女神の褒美を受け取りたまえ。この女神が金の栄光、銀の栄光、銅の栄光のすべてをお前たちに授けよう。そしてこちらの王子、この女神がお前に七色の栄光を特別に授けよう。お前の未来が輝きで満たされますよね。女神様の祝福に感謝します。今全身に力を感じます。僕もだ。これが伝説の女神の加護なのか。ふふん、勇者たちよ、今から王国を侵略する魔物たちをやっつけに行きなさい。お前たちならきっとこの地で欲しいものを